お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。ありがとう。慣れない仕事で大変だと思いますがこのフェスティバルに関しての感想とか意気込みとかあったら教えてください。いやもうこの手の音楽がもっと多くの人に聞いてもらえるようにこれからも頑張っていきますよ。今回はでも3回目ですけどすごくいい流れが来てるなと思っていますので来年もやると思いますのでぜひ。なんか今日はなんか特別になんかセットを考えて来て。いやあんま考えてなんかこう普通にはしたくなかったなっていうのがあって、なんかやっぱりそのすごく場所が大きいからお客さん盛り上げたいけどもでもそれだけじゃ嫌だなっていうのがあったんでそこら辺のバランスがすごくちょっと悩みましたね、はい、なんかこの間あのねメキシコあとアメリカとかでも行ってなんかそういうバイブをなんかね感じた。やっぱり今年夏にニューヨークと、まあ、あとワシントンとかいろいろアメリカと久々に行ってでメキシコ行ったのがすごく大きくてなんかすごくクリエイティブでありたいなっていうのはいつも変わらないんだけどやっぱり楽しいことも両方やりたいなっていうすごく今年、すごく、まあ、あの最近結婚したっていうのもあっておめでとう。ありがとうございます。これからも頑張って頑張ります。なんかサッカーのあれみたいな、ね、そうだよね。ありがとうね。お疲れ様。ありがとう。 Yes I 秋田さんでした。